やっとビーチゾーンへ到着。ヌリリヌリリ、ヤラドスさんとオダイルさんの喧嘩すごかったね。いやー、今日島をつなぐ橋がほとんど壊れちゃったもんね。ヌリリヌリリ、ヤラドスさんとオダイルさんってお友達だったよね。仲良しだったのに、どうして喧嘩なんてしたのかな？え？何？何？やる。地面が揺れてるよ。あ、びっくりした。また、あの、2匹が喧嘩を始めたのかと思ったけど、違うみたいね。何だったのかしら？ビーチゾーンへようこそ。近頃お客さんなんて珍しいね。ん？そっか、エンペルトさんに会うためにビーチゾーンに来たんだね。アイスゾーンへはここから海を渡っていくんだよ。君が泳いで行くには遠いからラプラスさんに頼んで連れて行ってもらうといいよ。ラプラスさんならあの橋を渡った先の岬によく来てるよ。こっちはこっちで揉めてるみたいですが、とりあえずラプラスさん探すか。ああ、さっき地面が揺れたな。俺だって気づいたさ。ん？ラプラスさんに会いに岬に行くんだな。岬ならビーチゾーンの橋を渡った向こうだぞ。ブイゼルがいる。ブイブイ。向こうの島にあるギャラドスのアトラクションは泳げないと出られないよ。それはいいんだけど、最近のギャラドスってすっかり威張ってるんだ。エンペルトさんが来ないからってボスになったつもりでいるみたい。レッツ、追いかけっこ。あ、サニーゴ。あ、シャワーズもいる。もうじき、オイラの兄ちゃんのフローゼルが来るんだ。兄ちゃんは、ギャラドスのアトラクションが大好きで、すっごく早いタイムでクリアするんだ。オイラも兄ちゃんみたいになりたいな。兄ちゃん、到着。コノックだ。うう、空から大きな岩が落ちてきて、ポケパークが海に沈んじゃう夢を見たよ。かくれんぼで気を紛らわせよう。ここは協力しましょう。あ、ちょい、何も隠れてないじゃんか。見つけた。ゴルダックが見事なクロールでビーチゾーンに向かってるって、そんな夢を見たよ。ゴルダック遊びに来ないかな。よちむ。やあヤロン。ギャラドスとオダイル仲直りできるといいね。ん？わかった。
追いかけっこしたいんだね。じゃあ逃げるよ。追いかけてね。コダックと同じ匂いがするが、大丈夫か？申し訳ない。君早いね。友達になろうよ。君と遊ぶの楽しいね。楽しい気持ちが伝わって誰か遊びに来るかもね。水五郎だ。ここにもムックル。おや、よくぞ話しかけてくれたね。僕たちはすぐに飛び立っちゃうから話しかけにくいって言われるんだ。飛行タイプは結構移動するからな。オーケー。びっくり。君の速さと言ったら。ねえ、友達になろうよ。みんなにも伝えれよ。ポケパークのムックルはみんな君の友達さ。また遊ぼうね。次はもっと早く逃げれよ。さっき言った水五郎。だから来てみたよ。力比べ楽しいね。そうそう、フェリッパーのアトラクションのコツをキャノメから聞いたんだ。それは男アトラクションで、僕は寝られないから君に教えるね。遠くのリングを見て早めに動くのがコツだって。でも君も空を飛べなそうだね。ねえ遊ぼうよ。かくれんぼがいいな。はい、発見。ガラ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 。ガラガラ。残念だな、見つかっちゃった。え、バレバレだった。そりゃないよ。ジャモメ、アイスゾーンは海の先にある。飛ぶことも泳ぐこともできないやつはラプラスに頼んで連れて行ってもらってるらしいな。ん？追いかけっこしたいのか？着陸するタイミングを測って。あー、ミスった。今だ。オーケー。一人友達になったら全員友達になるシステム。あっちにオーダイルがいるな。奥にアトラクションがあるね。あれはフェリッパーだ。え
テイ。いらっしゃい。まばたきスカイウェイスへようこそ。君にも遊ばせてあげたいんだけどね。よそ者は遊ばせるなって。サメ肌とキマニアがうるさいのよね。あいつらが怖いわけじゃないけど、海に行くたびにしつこく文句を言ってきて、僕も友達も落ち着いて羽を伸ばせないんだよね。それで仕方なく言うことを聞いているんだ。サメ肌とキマニアの野郎め、ちょっと懲らしめてやらないとな。いた。水の中だからここから10万ボルトでいけんじゃない？全然効かない。さっき地面が揺れた時、岬へ行く道が岩で塞がっちゃったみたい。岬にはラクレスさんがいるのよ。大丈夫かな？ちょっとラプラスさん心配ですね。あ、惜しい。オーケワニの子来た。さっきいたサニーを。サニーサコ、この橋渡ったらダメ。なんでって？僕クイズをしたくて当選をしてるの。クイズに答えられたら通してあげるよ。いい？クイズを出すよ。これは木の実だ。茶色です。これは3本だ。よし、先に進ませてもらうぞ。オーバイル、強そう。ラプラスに会いたいって？アイスゾーンに行きたいんだが。ラプラスなら、この先の岬にいるぞ。と言っても、岬への道は岩で塞がっちまったな。俺の力で岩を壊してやってもいいが、その前にギャラノスのやつをヤフンと言わせてやってくれ。最近あいつおかしいんだ。ゾーンマスターのエンペルトが来ないことをいいことに、自分がビーチゾーンのマスターだなんて言いました。俺が言うとまた喧嘩になるからな。お前に任せた。よろしく頼むぜ。一連の原因にギャラドスありだな。ここはギャフンと言わせないと。ポチャポチャ、ポッチャマ、ポッチャマと再会だ。よかった、チコリータには会えたんだね。僕も後で、すごいの広場ってところに行ってみるよ。実は今困ってて、君がいてくれたらなって思っていたんだ。どうなの？木の実を探しに来たら、橋が壊されちゃったの。僕泳げないの。帰れないの。ね、そうなのが大変なんだ。グリーンゾーンのウィッパなら、橋を作れるんだって。ウィッパーを探して橋を作ってもらってよ。
グリーンゾーンの川のそばにいるみたいだよ。ビッパなら一家全員友達ですからね。一回グリーンゾーンに戻らないとダメだな。先にシャワーズと友達になろう。海はいいよね。あれ、君友達がたくさんいるね。僕とも遊ぼうよ。クイズはみんな早いからな。これは手強い。追いついてきた。間に合うか。ああ、ダメだ。再戦をお願いします。今度は投げません。うまく回り込まなければ。ああ、ミスった。なるべく端に追いやった方がいいな。逃げ場が多すぎるし。いいぞ、そっちに逃げろ。この先は行き止まりだ。さあ、もう逃げられないぞ。オーケー。いや、手ごわい。いや、勝ててよかった。今回はここまで。次回に続く。